大三島という、里内海にある島の、まあ、神官の家系に生まれたお姫様で、兄が戦死してしまった中で兄に代わって、神代として先陣切って戦うという伝説が残っているお姫様です。すごくかわいそうなんですよ。もういいことなんて一個もないんですよ、鶴姫って。なんかその中でもまっすぐさを失わない、こういろんなことがあって泣いてしまったりとか迷ってしまったりとか、そうやってこうゆらゆら揺れてる割には芯はぶれてない、自分の守りたいもののために戦うっていうのは本当に女性として憧れますね。本当に最初にこの鶴姫という役をもらった時は、姫かっていう、その本来の自分とかけ離れすぎてて、姫様なんていう役できるかなと思ったんですけど、姫様とはいえ武将の中で戦ってきたのが鶴姫なので、やっぱりお姫様としての品格とかはありつつも、やっぱり戦いの中でこそこう実力を発揮したっていう、ちょっと荒々しい部分とかもしっかり表現できたらなというふうに思ってずっと演じてますね。本当に最初はいかに白光らしさを消して演じるかっていうのを心がけてたんですけど、5年鶴姫を演じてきて、だんだん自分とリンクしてくるところがあるというか、本当に辛いことがあってもめげないし、常に前を向いてる鶴姫っていう人物に白光自身が影響を受けて、自分も前向きになっていこうっていう思いもありますし、プロレスラーとしてやっている白光がこう戦いの中で学んでいったものを鶴姫に反映させていくっていう点では、本当に今は一心同体というか、鶴姫と白光がこう近づいてきて重なってきているなというのはすごく感じますね。演技をしながら戦うと、やっぱり本来の戦いの荒々しさだったりとか、そういうのがなくなるのもすごく嫌で、戦ってる最中に演技してるなって思われたら終わりだと思ってるので、そこのバランスが非常に難しいですね。やっぱり鶴姫ってお姫様なので、誰に対しても敬語を使うし、そんな口が悪いところなんて絶対ないんですけど、その中でも戦ってる最中になんだこの野郎って思う鶴姫がいたりとか、やっぱそういうところのこう本当に細かいリアルな戦いというのを、もう本当に境界線を探してる感じですね。最初にパッと思い浮かぶのは、結構漫画のシーンとかに変換してこのコマが欲しいなとか、このメンバーだったらこういう絵があったら非常すごくかっこいいんじゃないかなっていうのを最初に思い浮かべて、それを音楽の一番かっこいいシーンは一番音楽のいいところに当てはめるっていうのから考えていくんですけど、本当に一番気をつけてるのは、やっぱり我々プロレスラーが戦うので、実際に当てなきゃ意味がないと思ってるんですよ。当てずにやるなら、ね、上手なアクション俳優さんにお願いした方がよっぽどいいわけで、しっかりもちろん怪我はさせないですけど、そのしっかり当てて当たった音を聞かせるっていうのは本当に徹底してやるべきところかなと、プロレスラーがやる魔界ならではの強みなんじゃないかなと思ってるので、昔の魔界って感情なく戦ってる感じがあったんですけど、それがもうどんどん感情が出始めて、演じてる側でもコントロールできないレベルまで来ているのがすごく面白いですね。魔界って何十人といるじゃないですか。こう全員が
それぞれの感情を持って戦う理由を持って生き生きとこんなに絡み合ってて、それを演じてる我々が追っかけてるみたいな感じがするのは本当に魔界ならではだなと思いますね。コンテンツとしても非常に成長してるんですけど、キャラクター一人見てもどんどん成長してますね。鶴姫も本当に幼い何もわからない少女だったのが、自分で戦う理由を探して自分でどう戦ったらいいかを考えてどんどん成長してるなっていうのはすごく感じますね。演技もやりたいしプロレスもやりたい。でも演技をやってる自分とプロレスをやってる自分がいるわけじゃなくて、もうそれが全て融合して形になってるのが魔界なので、志田ひかるのやりたいことが全て詰まってて、なんか私の夢を形にしたら魔界なのかなって思います。私自身アメリカに進出して拠点をアメリカに移してやっていく中で、本当に魔界に参加しながらアメリカに行けるっていうのはすごく大きなことで、やっぱり魔界も5年間やってきて、ここまでのレベル、自信を持ってお届けできるレベルにまでなりましたし、そろそろもっと大きなステージでたくさんの方に見ていただくっていうのは一つあるかなと思ってますね。そのためにはすごく細かい目標になっていくと思うんですけど、本当に音楽のレベルは今世界レベルに到達してると思うんですけど、演技だったりとか、また戦いの部分でもそのまだまだ荒っぽいところがあるし、そういう細かいところを一つ一つ本当に全員の意識を共通させながら潰していくっていうのが本当に世界への道なのかなと思いますので、また私も鶴姫で一応主演としてやらせてもらってるので、こう今までは自分のことばかりやってきたんですけれども、ちょっとこうみんなを引っ張っていくというか、みんなの意識を高いところに持っていくっていうのが今後の私の役割でもあるのかなと思ってます。本当に今この時代たくさんの娯楽があって、映画だったりゲームだったりこう楽しいことがたくさんあるんですけれども、魔界は本当に全く新しい、皆さんが見たことない新しいものだと思いますので、ぜひ新しいものを見てみたい、新しいものを感じたい、もっとドキドキしたいという方、魔界を体感してみてください。